今回は本因坊戦リーグの対局を見ていきたいと思います。黒番が芝の名人で、白番が大竹七段ですね。3手目すぐにね、三々に入ってきましたね。これ非常に有力な打ち方なんですね。でこちらに打ちまして、まあ芝の名人は割と何というか、まあ事前の研究、布石をね事前に研究して結構同じ形よく打ちますね。右上と右下同じ形になりましてね、まあこう打たれたらこういうふうに打とうというふうに決めてたのかなと思いますね。でこれに対しては白も反発しましたね。この反発がいい手でしたね。まあ、隅取られてもね、この白は結構強くなってますからね。でこの切りがいい手でしたね。実戦下から受けたので、これ白が少しポイント取りましたね。切りがいい手でしたね。なんか部分的にはこういう風に上から当てて取れそうなんですが、こういう風に打ってもこれで白があと2手しかないので取れそうなんですが、これはですね、こうなった時にここに切りまして、当て打ちまして、ここに当てて、逃げた時に当てて、これシチョウになっちゃうんですね。これシチョウが左下白待ってますんで、ここの黒が取られてしまうんですね。なのでこの切りがいい手でしたね。実戦ここは白が少しポイントを取りましたね。でここも白厳しくね分断してきましたね。ちょっと黒の形が崩れてますよね。まあ、左上の白もここ切り取ることができればね、大丈夫そうですかね。で、ここに打ちましたね。ここに打つのがちょっと、なんというか、非常に手厚いとこでありましたね。手厚いとこだったんですけど、ここよりもですね、下辺の開きが大きかったですね。今焦点としてはどうしてかというと、ここ打ったんですけど、ここの黒石は強い石だったんですね。これ弱い石ではなかったんですね。どうしてかというと、ここに打つ手が用意されてたんですね。これ実戦こちらに打ったんですけど、これ継ぐことができないんですね。これ継いでしまうとですね、こちらに跳ねる手がありまして、次に白石取る手があるので、継ぐとここに出られて、ここの白石3つが取られちゃうんですね。これ非常に地として大きいんですね。なのでここ継ぐことができないんですね。継ぐことができないということは、ちょっと白の形崩されてしまいまして、これ取られてしまいまして、これ非常に黒いい形でここの白石2目取って生きることができたんですね。なのでこういう形になった時に、ここの白の手がですね、ここの押しにあるよりも下辺の開きにあった方がはっきり働いてますので、この押しが黒の強い石に近づいちゃってる手なんですね。これはあんまり相手の強い石の場所は大きい場所ではないので、こう開きの方がはるかに大きい場所だったんですね。でここは黒がはっきりポイントを取りましたね。で形勢としても黒が打ちやすい展開になったかなと思いますね。
左上大きいという判断しましたね。で、ここにぶつかって、まあ、白としてはちょっと形勢苦しいので攻めでね、ポイント取りたいとこですよね。まあ、黒としてはこの弱い石をなんとか軽くさばくことに成功しましたね。ここは黒がうまくさばいたかなと思いますね。この黒石がそんなに攻められなければ黒としてもはっきり優勢と言っていいのかなと思いますね。ただね、油断してると危ないので、しっかりね、ここはしっかり生きないといけないですね。で、ここがね、かなりいい勝負手でしたね。難しくなりましたね。黒の結構難しいですけどね。ギリギリのしのぎですけど、なんとかここまだ間が空いてるので大丈夫という判断ですかね。あと黒にはここに覗く弱点がありまして、覗き打って、まあ、白が取った時にこれ先手で切りが入りますんで、ここの外側の白も今危ないんですね。なので、お互いの石が今危ない状況なので、かなりしのぎとしてはギリギリのしのぎなんですが、まあ、黒大丈夫という判断してますね。なので、まあ、ここの黒を守るんじゃなくて、今相手の石をね、攻めるっていう、そういうことをやってるわけですね。で、この時にこちらに打ったので、まあ、ここで生きれたと。ここの取りも残ってるので、まあ、黒生きたという判断ですね。これはなんか継ぐ手がありそうなんですが、継ぐと自分の石も危ないという判断、そういう判断したのかなと思いますね。継ぐと、まあ、ここの当たりが先手で入って出られて、ここで取るのは一回出が効いて、こう下がりが効くんですね。下がりが効くとここに目ができますんで、あと真ん中に目ができそうですから、こう真ん中の目とここの目、スペース2つあれば黒は生きてるわけですね。で、これに対して押さえるのは下がられて、これ攻め合いになるんですけど、白も部分的に生きてない形ですから、これ結構攻め合いになれば黒も手数長そうですからね。攻め合いならやれるという判断ですね。なので、しのぎとしては、黒のしのぎとしてはかなりね、ギリギリのしのぎをやっているわけですね。で、ここで右上をね、コウにしていきましたね。コウ材たくさんあるという判断ですね。で、ここで押さえた手がいい手でしたね。で、ここで繋いで、これで生きてるという主張をしてるんですね。で、ここですね。ここって、白が投了して黒の中押し勝ちとなりました。状況としては、ここの真ん中の黒が今、はっきり2眼でスペース2つで行きましたね。で、右上、打たないで投了ということは、これもう黒が生きてるという判断をしての投了だったのかなと思いますね。まあ、形勢なんですが、まあ、こういう状況になると黒がはっきり地は勝ってますので、ここから逆転は難しいという判断したのかなと思いますね。右上の死活なんですけど、これは白取りに行くならここですかね。ここに打つことになると思うんですが、これは黒スペース広げるのかなと思いますね。まあ、とりあえずここにとって部分的にはここのコウが最低限ありますし、まあ、あと部分的に話しするとスペース広げて、例えば白が
手を打ってここに切ってきたら、これコウが2つできるんですね。コウの形が2つできまして、両コウという形になるんですね。2つできるということは、ここのコウとここのコウ、まあ、白はどっちかしか勝てませんので、ということは黒がどこかの白石は取れるので、まあ、どこかの石取れれば生きることできますんで、なので両コウという形になれば生きてますんで、投了も仕方ないという判断したのかなと思います。というわけで、ここら辺で、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。